みんな、こんあじり。今日の動画のテーマは、京大生の夕食です。先週の動画はもう見てくれたかな？先週は、熊野寮の昼食と同じ値段で食べられる京大生協のご飯の量を調査しました。まだ見てない人は、こちらも見てくれると嬉しいです。先週と同じような感じで、今日は京大生協で夕食を食べます。熊野寮では、授業期間の平日は食堂で洋食を食べることができます。夜の洋食は、当食券で390円、単食券で420円です。当食券、単食券については、前の動画でもうちょっと詳しく紹介しているので、そちらも見てみてね。熊野洋食の利点は、安さだけではありません。栄養士さんが毎日の栄養のバランスを考えて献立を決めてくださっているので、洋食を食べれば健康的な生活が送れます。今回の動画では、前回と同様に、京大生協の食堂で、熊野洋食と同じ値段でどれだけ食べることができるのか比較してみます。パターン1。というわけで、ルネでご飯を食べました。ハンバーグチーズソースが264円、ライス S が94円、味噌汁が33円で合計391円です。熊野寮の夕食が当食券で390円なので、ちょうど同じぐらいですね。その名の通り、ハンバーグにはチーズがかかっています。マクのチーズバーガーのハンバーグとチーズの部分のみって感じで美味しかったです。生協のレシートには、栄養のバランス評価が表示されます。赤 2.5 点、緑 0.2 点、黄色 4.7 点でした。前回の290円縛りの昼食よりは良いバランスに近づいています。前回と同じように、洋食と比べてみます。今回比較するのは、2021年8月3日の洋食です。この日は、リアル熊野寮で行われていた洋食人気投票で1位を取った、手作り煮込みハンバーグが提供されました。洋食と京大生協で食べたご飯を比べると、ご飯、味噌汁、おかず一品の構成は同じですが、洋食ではそれに加えて、野菜の入った小鉢を2つも食べることができます。ご飯、味噌汁のボリュームも洋食の方が多いです。パターン2。次は、北部食堂で別の組み合わせを考えてみます。豚と夏野菜のカレー煮が264円、ライス SS が73円、スライスオクラが66円で、合計403円です。大体当食券と単食券の間ぐらいですね。スライスオクラをカレー煮に入れれば、オクラマシマシにできます。栄養評価は、赤 1.4 点、緑 0.8 点、黄 2.8 点でした。野菜を多めに取った代わりに、その他が割と控えめです。こうして並べると、ボリュームの差が歴然ですね。というわけで、今回の動画はここまでです。熊野洋食について興味を持ってもらえたら、あじりはとっても嬉しいです。今回は熊野寮の洋食についてはほとんど紹介できなかったけど、洋食には色々な献立があります。Twitter で紹介しているので、ハッシュタグ、熊野寮食って検索してみてね。じゃあ、今日はこの辺で。おつあじり。